会議。遠藤ってボールの持ち方常に危なっかしくね。遠藤のボールの持ち方ってめちゃくちゃ危なっかしいし怖い。リスキーなプレイ選択をする選手ならわかるけど基本無難なパスや持ち運びだからあのポジションの選手ならもっと安心感のあるプレイしてほしい。これはマジでわかる、なんかガチャガチャしてて危ない。中盤であのボールの持ち方はぎこちない、マジで怖い。実際マジでこれなんだよね。だからこそ最近のクロップは守備的ミッドフィルダーにはチアゴやらマクアリやらのボールコントロールがそもそも上手いやつを優先して起用してる。そんなのシュプットガルトでもそうだったじゃん。あれがニュートラルな遠藤なんだからそれが嫌なら取ってないでしょ。いやー持ち方怖いっていうのは結局主観なので何も言わないけど遠藤はしっかり首を振ってるところに注目してほしい。だからこそ大丈夫だと思いますけどね。実際 J リーグにいた時はセンターバックだった。欧州に出てからポジションが上がるという割と珍しいタイプだからね。ボールの扱いに関しては上手いやつに比べると違和感があるのは間違いない。別にロスト多いわけじゃないし何でもよくね。